リーチエンジェルの光らせないと。リーチエンジェルの光らせないと。こんばんは、東海リーチエンジェルの後藤咲と申します。本日はですね、マリオン高浜店様にお邪魔しております。さあ、やってまいりました、はい、勝ち取りましたね。はい、勝ち取りました。ズボンですね。ズボンですね。はい、はい、はい、一応説明しますと、はい、前回、前々回で、まあ、KK さんと KK さんとね、勝負をいたしまして、今日の枠を勝ち取って、はい、今ここにそうですね、見事勝ち取りました。はい、勝っているということになっております。はい、で、今日が高浜店様では、はい、4戦目なのかな。4戦目ですね。4戦目だね。そう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 、はい、後藤さんが、はい、で、4戦目、3戦中が、3勝、3戦3勝ですね。負けなしと。はい、私マリオン高浜店様ではなんと 100%、 10割戦ってます。10割勝ってますよね。はい、10割勝ってます。ありがとうございます。まあ、実際、はい、今日ね、高浜店様で、はい、勝ってほしいがゆえのバレー企画、はい、強い子をっていうね、はい、企画でしたので、はい、今日負けると、はい、あんまり意味がないんで。はい、わかりました。はい、今日本番なんで、はい、どうですか、はい、じゃあ意気込みを。本日も見事相性抜群のマリオ高浜店様で、本日私4回目で今日も勝たせていただいて、今5勝6敗。そう、5勝6敗です。はい、なんで見事6勝6敗までね、やっていこうかなと。まあ、お弟子さんが悪いんだけどね。そうですよね、そこ言われちゃうと、うん、もう本当に、まあ、5回も負けてるからね。そうだけど、あの葵ちゃんのね、今日はね、そう別店舗様でね、そう、ちょっと収録してるので、はい、きっと彼女も勝ってくれるはず。いや、彼女が勝ってる想像はあんまりしてへんねやけど。いや、私は本当に心の底から願ってます、彼女が勝ちますよみたいな。じゃあ今日こそ同時収録で、はい、パシパシッと星2つ、はい、そうですね、見事指定関係でね、勝利を収めたいなと思っております。指定タック勝利を収めていきたいと思いますので、はい、じゃあ、はい、実戦機種は中入って、はい、決めていきたいなと思います。はい、じゃあ決めていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。この番組はリーチエンジェル TV のナイト収録番組です。夜だからこそ見えてくる真実をレポート。私たちリーチエンジェルがガチンコ実践をしつつ、ホール様の魅力を余すことなくお伝えしていきます。では早速ちょっとね、30杯のお披露目コーナー見ていきたいと思います。さあ、お披露目ですね。はい、もうね、すごい、ほら、角のお兄さん、すごいハイビスカスがピカピカ綺麗に光ってる。おー、すごい、絶好調、絶好調、3幕すごい、素晴らしい、本当に。わー、うっさいけど、今日は本当に勝っていかなきゃいけないんで、ハラハラコーナーもちょっと見とこうかな。これいい感じじゃない？微妙？ダメかな？あー、これ好みあるからな。14の14。うん、14の14。気になる、気になる、気になるのは子供。おい、何言っても勝てるんで、じゃあこれ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 、そこで行く。あ、はい、確かに、なんか一回ちょっと大きい音出たけど、そう光らせないと。見てね、決まりました。ドリームハラハラの386番台。ドリームハラハラです。はいはい、ドリハラ386番台。はい、あとね、弟子の葵ちゃんがこの台好きなんで。確かに、はい、だからちょっとね、弟子が好きな台で私は出せるよというところをね、ちょっと今日はね、見せていきたいと思います。音がいいって言ってるけど、はい、多分ね、はい、合計してもね、はい、10回も使ってないから、正直ちょっと今日はじゃあ、いっぱい使ってましょう。はい、頑張ります。はい、もう後ろのちょっと、ほうが光ってるでしょ。はい、行きます。いや、ほうほうがすごいさ、光ったから、すぐのほう。はい、いや、今日はね、ドリームちゃんをもうね、ピッカピカに光らせてやるよ。ピッカピカに光って、ピッカピカにたくさん光りますように。そして音楽も私が光らせて聞かせてあげます。あ、なるほどね。はい、あ、後藤さん、このね、なんで勝ったかわからん勝ち方するから。そう、なんかギリギリのラインでさ、私の場合はなんか、そう、ギリギリを攻めてる、で、ギリギリ兼ねてる、こう、首側一枚繋がったな、みたいな。確かにね。そう、そんな感じよ、まさに。いや、でもなんか、崖っぷちってのも悪くないじゃないですか。確かに。はい、だから、ちょっと多めに見て、可愛いなぐらいな感じで見守ってください。高浜店様は前回ね、はい、必殺横見打法をしてたんで、はいはい、ジャグラーでね。まあ、そうだ、あれは打法じゃない、横見してたら、光ってた、グ
ルレアの話なんかするかな。クレア効果あるもしかして。クレア効果ですよ、はい、あ、これもしかして。あ、やってない、はい、ほんまにドリームハナハナは相性が。あ、もうそんな無理点でいいっすよ。なんか軽いからね、はい、カメラ見てる方はちょっと気づいてませんけど、あの森岡がチラッてやってるのあれ鳳凰って言ってましたね、うん、ちょっと頭に痛みの時は大体鳳凰ハナハナ見てるんで。いや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 、もうね、浮気じゃないよこれは。はい、うん、あの最初から好きなのは鳳凰なんだなっていう感じです、ね、そう、あの鳳凰は本当に好きなんですけど、あの花花は全部好きですよ。ただ鳳凰が一番好きかな今、ね、あの主流の花花で、主流の機種で。別にあのドリームとかあんま思うことないからね。はい、分かってます。何でも追ってかけるって言ったから。はい、ここまで来るといじですね、そういうこと言われちゃうと。いやー、ちょっと大移動しようかな。やっぱりなんか、はい、そわそわしてるもんね。はい、あの、あ、気づいてました。すごい、だいぶそわそわしてるんですよ。なんかどうしよう、必死ようかな。じゃあ区切りがいいから、この3枚なく、この6枚、あと6枚。あ、なるほどね。そう、なくなったら移動します。はーい、はーい、光らせないと。出発。わー、お願い、いっぱい光ってくれたな。もう今日はあの我慢、まだ我慢、まだね、まだね、まだ我慢、まだ我慢しよう。ちゃんとまだって言っとくところがね。そう、あの保険貼ってるでしょ。保険貼ってる。大丈夫、大丈夫。私も払われ。え、うん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 、ちょっと光ってるじゃん。ねえ、待って、悔しい、本当。私の鼻鼻も光る、光る。嘘、早かったなー。だからその、あの右隣のお兄さんと、その隣のお兄さんがすごいかわいそうな目で私を見てきたんですよ。早かったなー。あれ、早かったなー。なになに、早かった、本当に早かった。まあ、はい、じゃあエンジェルとして一言、お兄さんに向けて、はい、お兄さんに向けて、本当にハイビスカスが光ってよかったね。オッケー。あ、なんか感じる。何がですか。離れる匂い。やめてください。そういう時は本当当たるんだから。さあ、そろそろ私も欲しいところだよ。欲しがるね。そう、欲しがりですよ。やっぱあの光に貪欲が切ったよ、ほら。お、すごいな。ずっぱし。すごい、ずっぱし言うな。あー、イエーイ。オーマイゴー。あー、レギュラー。ちゃんと綺麗な光に出て。あ、光が消えるよ。何色のやつか。あおー。わー、もうみんなミックばっかり。イエーイ。わー、お座り一発。あ、やってるやん。いや、あのなんか気合を入れるのがダメって言われたから、今小さい声で言いました。なるほど。そう、お座り一発。それで間違えて1Gレンジャーズはお座り一発って言ってたのね。ごめんなさい。神まみた。神まみた。はい。神まみた。間違えまみた。間違えまみたね。はい、さあ離れちょうだい。離れすると。ハレーするといい感じになるんですね。そうですね、離れ。さあね、あの、うん、欲しいのは離れた。ここでね、離れすると、はい、中間の重要な感じになります。はい、まあ、設定じゃないんですけどね。あ、出た。はい、引きなんですよ、引き、要は。はははは。まあ、さあ、皆様、はい、お待たせいたしました。ドーピング剤。ドンピング剤じゃない、前回もこれで効果をね発揮してるので、はい、いただきます。これほんとね、さらっとピック使ったらもうドーピング確定ですよ。あっ、うわー、むせた。はい、これがちょっと怖いね。これピンクだったらもう完全にチョコラ BB だよ。チョコラ BB だね、これ。チョコラ BB。またキャッピー。またやっちゃうの。大好きだよ。
と、まあ、まあ回せば回すほどもちろんまだね。いやでもベルで増えてるから。ベルで増えないから。いやベルだってまだ47枚の段階でベルでね増えたもん。ボーナスの後ベルが揃って。1枚でも大切に、メダルは1枚でも大切に。わー、友達の方やだー、ピッコロー、よし、そこじゃないから、このお手前だから使ったのは。やめて、決して大人にでご用意してるお客様のハイリスカスからあのパワーを吸い取ってるわけではないです。いや違いますよ、全然そういうわけではないです。あの全然ね、光りますのにっていう気持ちを込めてな、ほら撫でてます、こうやって思ってるかな。はい、思ってますよ。きっとお隣のお客様でご指楽しんでいる、いただいてるお客様にも伝わってるはず。お、ほら来たよ、行くね。ちょっと待って、はい、ねえねえ、今吸い取ったよね。吸い取ってないですよ。吸い取ったよね。あ、分かった、じゃあそうやって言うなら、だってほらお兄さん今吸い取ったよねって、うんうんって。じゃあ分かった、返す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 、ほら返すよ、ほらいいこれで返す返す。もうお兄さん楽しそうだから、ほら、え、しかもちょっと今返す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 、ほら、お父さん面子出せない、ほら。じゃあだから今なんかもう汗浴びてたから吸い取ったとか言ってたから、ちょっと動揺しちゃったんだ、もう返したじゃん、返した。ビッグボーナス2回目です、ありがとうございます。いきますよ、一二連チャンス。やるんだね、まあ、でも優しく、優しくレバーと優しくレバー叩いてるし、なんかさっきからチラチラ触るな、はい、チラチラ触るな。あの多分あの見てない、動画見てる方からしたらお前に飽きないなちゃうのって言われそうです。ああ言われそうです。だからちゃんとあのちゃんとご用意中ですからね。そう、あの爽やかなお兄様がね、はい、お隣でそうご用意楽しんでいただいております。バチバチやったもんな。今思えば本当にあの壮絶なバトル、もう勝ち取って今ここで座ってるわけですから、あのやっぱりね、あの経験さんの分もたくさん光らせないとね、あの顔が立たないじゃないですか、やっぱり。ただまあ、はい、勝負は勝負なんで、そう、あの勝負にやっぱ情けはダメなのよね、やっぱ勝負ってなったら本気でやらないと相手にも失礼だし、まあ、それで勝たせていただいたんですけど。ありがとうございます。ただお父さんプレミア出さないね。プレミアを出して負けるか結果勝つかでいったら結果勝つ方が大事ですよね。ああ、よかったよかった、ね、あの最終確認です。ちょっとあの調子悪くなってきたな。あれ調子悪くなってきたな。ちょっとまたうまいことしてますね。あれ調子悪くなってきたな。あれ右も触る、そうだから左もパワーなくなっちゃったかなと思って。あれなんか調子悪くなってるかな。絶対馬を見てますよね。違う、応援してるんだからたくさん光りますようにね、本当に。光ってるところ触るのはダメでしょ、光ってないと言った。おお、あ、これお完全に吸い取ってるやん。どういうこと。今なんか隣の、返して返して、すぐ返して、あの待って、待って、言わせてください。今隣のお兄さんに私が光ってるから持ってからだって言われたんですけど。持ってか言われたよね。返せばいいんですか。返せばいいんですよね。持っていってるよ、返す返す返す、もう本当に返すよ。もう返したせいでレギュラーじゃん。人のせい。返したせいでレギュラーになったのじゃん。一時チャンスどうしないですよね。いつするんですかね。そうですよね、今でそんでいないんですけど、今終わっちゃったんで一時で。そう、懐かしいやつ今やっちゃうとね、はい、今でしょ、すいません今でしょ。そう、ほら早い早い、飛んでないよ飛んでないよ。もう返したからちゃんと、もう怖いから私、ほらほら BB やばいな。これこそまさにズッポス、はい、いきますよ。さあ1、2連チャンス、ほいしない、いつかするのかな、ね、いつかしてほしい、光らせてこっちたいな、ちょっと早かった、本当に早かった、すごいよ、頑張ってくれてるね。さあこの後もね、引き続き頑張って、はあ、確かにもう、はい、来ました。ここまで来ると、ここまで来ると、はい、すごい、もう何ペカリーのこれ、愛だな、愛ですよ、ハラハラに対するね、本気か、はい、チョコラいいからの止まらないよ、台が変わったのか、まだまだ行くよ、
シジレンちゃん、どうも。ちょっと僕は怒られるからね。はい、だからちょっと小声で言ってるんでバレないかと思います。そういう問題。はい、小声で言ってるからバレないかなと。さあ、波に乗ってきました。いや、乗ってきますよね。さあ、あとはね、いかに離れさせるかだけ。いや、もう来てますけどね。この後もまだまだ怒らせていくの。頑張ろう、一緒に。そこにのリーチ目指してください。どうしようかな。任せてください。もう置いて帰っていいですか。いや、ダメです。連れて帰ってください。もう捨てていかないで、本当に。あ、もしかして今バレないように、はい、右側していかないって言ったよね。あれ、もしかしてですけど、はい、人の欠点を探すの大好きですか。いや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 、今ずるいわ、今のはダメだわ。白七が上座に来るとかおかしいもん。はい、そうですよね。まるでこぼしてないよみたいな。さあ、実践終了、はい、というわけで、実践終了。はい、じゃあ、結果エンディングに、はい、行きたいと思いますので、お願いします。お願いします。光らせナイト実践終了。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ、結果発表からまずお願いします。はい、結果発表はですね、投資が300枚。300枚。はい、で、回収がなんと803枚。ありがとうございます。4連勝。はい、ありがとうございます。さすが。もう一回言ってあげましょうか。はい、高浜店様で負ける意味が分かりません。分からないね。もう本当に負ける意味が分からない。いや、って言って、しかもこれで鳳凰で勝ち、はい、ジャグラーで勝ち、ドリームで勝ち、ヒカラズナイトでドリームハナハナで勝ったのは実は初めてです。ありがとうございます。はい、これで証明できました。いや、それはのぞみんが勝ってからにしましょう。はい、弟子が負け続けてるんでね。そうですよね。はい、彼女にはね、勝ち方を教えてあげてください。本当に、はい、はい、これで、まあ、はい、同時開催の選定様が分からないんですけれども、はい、とりあえず後藤咲はまたもや勝利に貢献ということで、はいはい、ありがとうございます。個人成績5戦5勝。すごい、これはかなりの勝率を誇っているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、大満足の結果でしたが、はい、店内は今日はマイマイウサギが、マイマイウサギが、情報をゲットしてますね。なんと、見てください皆さん。おうおう、来月11月5日、そして6日にですね、マリオングループさんでおなじみ大井検査の方を行います。はいはいはい、来ましたね。ね、盛り上がる展開になるのではないでしょうか。ぜひぜひご来店の方よろしくお願いします。これもね、ヒカラゼナイトだけでも結構案内してるんですよ、大井継承を、なんでもう恒例ですね。はい、ね、だいたいいいよっていう、はい、印象のお声をいただいてるんで、はい、まあ、来月もだいぶ期待できるんじゃないかなと。実は、はい、明日も、また佐藤様の方で収録させていただくんですけれども、はい、のぞみさんがね、はい、打たれますので、はい、後藤さん、はい、今日の感想に踏まえて、今日明日と奮闘しているお弟子さんに一言、はい、いただいてよろしいでしょうか。はい、もう本当にマリオ高浜店様すごいね、盛り上がっております。ファンスパイコーラーみたいなのね、負ける方が本当に難しい。どうやって負けるのかもう聞きたいんですけど、本当にこれ以上の師匠の顔に泥を塗るのだけはやめてください。朝絶対勝ってください。お願いします。はい、まあ今日勝ってるかもしれないからね。はい、はいはいはい、そうですよね。あとでちょっと緊張がこそっとないんで、そうだね、こそに聞いてください。はい、はい、じゃあ今日応援してて前代どうでしたか。バイバイ。本当に本当にこんな遅い時間なのに、どのコーナー、4円パチンココーナー、そして1円パチンコ、そして 0.5 円、0.2 円、そしてスロットコーナー、レートめちゃくちゃ多いですね。めちゃくちゃ、もうそのコーナーも盛り上がってたんですよ。そうですね、各種レート、おとぎ時間でも全然楽しめるっていうのが、やっぱり高浜店さんの魅力でもあるかなっていうのは、思います。はい、じゃあもうきっちりと勝利を収めてのヒカラゼナイトでした。はい、本日もありがとうございました。またお願いします。本日の収録ホール様はお客様第一主義、
より快適な空間をモットーに愛知、岐阜、三重、また東京に店舗展開をしているマリオングループのマリオン高浜店様にご協力をいただきました。名鉄三河線高浜港駅が最寄り駅のマリオン高浜店様は大型駐車場も完備しています。総台数は地域最大級の875台。今打ちたい台がきっと見つかる。皆様ぜひお越しください。待ってます。